ジョシュアー・アーロン・ウィルソンは、アメリカ合衆国、ペンシルベニア州ピッツバーグ出身の元プロ野球選手。ウトを右ミギ高校時代に、投手の経験があるため、それを買われてメジャーでも4試合に登板している。1999年の MLB ドラフト3巡目で、フロリダ・マーリンズから指名され、プロ入り。2005年9月7日のワシントン・ナショナルズ戦で、メジャーデビューを果たす。 2006年1月6日にコロラドロッキーズへ移籍した。この年は参加の AAA 級コロラドスプリングススカイソックスでプレーした。オフの10月15日に FA となった。2006年11月8日にナショナルズと契約した。2007年5月10日にウェエバーを経てタンパベイデビルレイズへ移籍した。6月8日のマーリンズ戦で8回裏にリリーフとして、 マウンドに上がる。1イニングを0点に抑えるも、チームは14から8で敗れた。2007年12月3日に、ウェーバーでピッツバーグパイレーツへ移籍した。2008年は、開幕から、参加の AA、A、級インディアナポリス・インディアンスで、プレーした。8月2日にボストン・レッドソックスへ移籍した。移籍後は、参加の AAA 級ポータケット・レッドソックスでプレーした。 オフの10月14日に FA となった。12月5日にアリゾナダイヤモンドバックスと契約した。2009年は11試合に出場した。5月15日にサンディエゴパドレスへ移籍した。6月7日のダイヤモンドバックス戦で18回表に、投手としてメジャー3度目のマウンドに上がった。2アウトまでこぎつけるが、マークレイノルズに勝ち越し3点本塁打を浴びて敗戦。 2009年6月19日に、ウェーバーで、シアトルマリナーズへ移籍した。2010年は、ジャック・ウィルソンの故障に伴って、出場機会が増え、自己最多の108試合に出場したが打率22。227.2本類が、オプス572に終わった。2011年3月28日に自由契約となった。2011年3月31日に、 ダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び、6試合に出場した。5月25日に、ウェーバーで、ミルウォーキーブルワーズに移籍し、斉藤隆の60日間の故障者リスト入りに、伴い40人枠に入った。11月22日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結んだ。2012年は1年間参加のトリプル A 級、グーインネットブレーブスでプレーした。 12月17日にマイナー契約でダイヤモンドバックスに復帰。2013年の開幕はメジャーで迎えたが、6月21日にディーフとなった。残りのシーズンは参加のトリプル A 級りの a シズでプレイし、10月1日に FA となった。2013年12月12日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。2014年3月30日に レンジャーズとメジャー契約を結んだ。開幕後は24試合に出場して打率、224.8打点、1盗塁と振るわず、5月8日にディーフとなった。5月11日に参加のトリプル a 級ラウンドロックエクスプレスへ降格した。オフの10月に FA となった。2015年1月12日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結んだ。 開幕は、参下のトリプル A 級、トレド・マッド・ヘンズで迎え、6月3日にメジャー昇格した。6月20日のニューヨーク・ヤンキース戦では、自身4度目の登板を果たし、1回1失点だった。7月7日にディーフとなった。9月8日に再びメジャー昇格した。野手としては21試合に出場し、メジャー昇格後では、自身初となる。 300台の打率をマークした。守備では一塁手を除く内野の各ポジションで守りについた。10月14日に FA となった。2016年4月8日に独立リーグアトランティックリーグのヨークレボリューションと契約。120試合に出場して打率。255.8本塁打、39打点、14盗塁の成績を残した。 2017年4月19日に、レンジャーズとマイナー契約を結び、翌20日に、AAA 級ラウンドロックへ配属された。2017年6月1日にトレードで、クリーブランドインディアンスへ移籍し、3カの AA、A、級コロンバスクリッパーズへ配属された。11月6日に、FA となった。ありがとうございます。